基地局は、無線局の種別の一つで、陸上移動局と通信する陸上に開設する、移動しない、無線局である。総務省令電波法施行規則第4条第1項、第6号に、陸上移動局と通信を行うため陸上に、開設する移動しない、無線局と定義している。ここで言う、陸上とは、第3条第1項第5号により、河川。 故障その他これらに準ずる水域を含むものである。また、第3条第1項第8号には、陸上移動業務を、基地局と陸上移動局との間または、陸上移動局相互間の無線通信業務と定義している。陸上局の一種であり、警察無線、消防無線、市町村防災行政無線、鉄道無線、タクシー無線など、 陸上の業務無線及び電気通信事業者の移動体通信のほとんどの親局が該当する。事業者によっては固定通信や会場、航空通信との接続のため固定局や携帯基地局と併設されるものがあり基地局と同一の無線設備が二重免許されるものもある。なお、携帯基地局は船舶、航空機へ持ち運んで運用する携帯局の親局で あり、開示航空関係の事業者に免許されるもので、基地局とは異なる種別であり、携帯電話とも関係ない。局数の推移に見るとおり、電気通信業務用が多数を占めるが、そのほとんどが、携帯電話、PHS 事業に関するものである。なお、携帯電話事業者の移動基地局者や IP、無線利用者が基地局と呼ぶ、据え置き型の端末は、 基地局ではなく陸上移動局である。電気通信業務用以外では、鉄道、タクシー、バス事業者などの陸上運輸用、河川事務所や高速道路会社などの、水防水利道路用、その他国家行政用などが続く。外国籍のものに免許は原則として与えられない、ことは、電波法第5条第1項に定められているが、例外として、第二項にが規定されているので、 外国籍のものにも免許されることがある。次の電気通信業務用の基地局は特定無線局として包括免許される。包括免許以外でも、ほとんどの場合、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則による適合表示無線設備を使用することとなるので簡易な免許手続きの規定が適用され、予備免許や、 落成検査が省略されて免許される。空中戦電力1ワット以下の PHS 及び5ヘルツ対無線アクセスシステムの基地局は登録局である。種別コードは FB。免許、登録の有効期間は5年。ただし、包括免許以外の免許は当初に限り有効期限は4年を超えて5年以内の5月31日となる。 包括免許の無線局免許上に記載される指定局数とは解説可能な局数の上限であり全てが稼働しているとは限らない。また無線局登録上に局数は記載されない。電波法第52条の目的外使用として道場第6号のその他総務省令で定める通信を受けた。 電波法施行規則第37条に規定するものを除き、免許人所属の陸上移動局または受信設備に限られる。これは、陸上移動業務の無線局は原則として、同一免許人内の通信に利用するものであることによる。フプなどの受信設備が、受信基地と呼ばれることがあるが、受信のみを目的とするものは、無線局ではないので、基地局ではない。 定義にある陸上には一部の水域が含まれる。これは自然災害等により携帯電話、PHS や無線アクセスの通信に障害が生じ、広範囲で通信が不能となった場合の復旧策として、病白した船舶に臨時に基地局を開設し、運用することを認めるものであり、軽流気球についても同様に開設、運用できるものとしている。 基地局は陸上の無線局であり、最低でも第3級陸上特殊無線技師以上の無線従事者による管理を要するのが原則である。例外を規定する電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない簡易な操作から基地局に関わるものを抜粋する。無線従事者が不要となるのは電気通信事業者の基地局がほとんどである。電波法 第27条の12に、陸上に開設する移動しない、無線局であって、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一のものにより、相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、その円滑な開設を図ることが必要であると認められる。もの電気通信業務を行うことを目的として、陸上に開設する移動する。 無線局の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信。移動受信用地上機関放送にかかる放送対象地域における当該移動受信用地上機関放送の受信と規定している。当該業務を遂行するために多数のつぼねを計画的に開設する事業者が該当する。具体的には携帯電話、PHS 事業や 無線アクセス事業の電気通信事業者、または、マルチメディア放送用機関放送局提供事業者の、ことである。ここで、第1号の種別は、基地局であるが、第2号の種別は、地上機関放送局である。引用の速音の表記は、原文ママ特定基地局の解説にあたっては、総務省の解説指針に沿って、 解説計画を策定し、総務大臣の認定を受けなければならない。解説計画の有効期間は、原則として5年である。認定された、解説計画は、認定日、有効期間、指定周波数などの事項が公示される。1950年電波法施行規則制定時に、陸上移動局と通信を行うため陸上に、解説する移動をしない、無線局と定義された。 また、陸上移動局、陸上移動業務も同時に定義された。免許の有効期間は3年。ただし、当初の有効期限は、電波法施行の日から2年後までとされた。1952年から5月31日に、最初の免許が更新された。1958年運用開始の届け出及び、工事を要しない、無線局とされた。 1971年免許の有効期間は5年。ただし、当初の有効期限は5年以内で、電波法施行の日から2年後から5年後との5月31日までと、された。1972年前年改正後に免許された、つぼねの免許が更新された。1973年従前の期間の規定による免許が満了した。 1982年定義が現行のものとなった。1993年、1994年、1996年、携帯電話事業において基地局と固定局の二つの免許が必要であった無線局が陸上移動中継局として認められることとなった。1997年空中線電力1ワット以下の基地局は、 定期検査を要しないものとされた。1998年外国籍のものが電気通信事業用基地局を開設できることとなった。2000年特定基地局が制度化され、携帯電話、PHS 事業や無線アクセス事業の電気通信事業者の基地局が対象となった。2005年空中線電力10メートル W 以下の PHS の基地局は登録局となった。 2008年から 5GHz 対無線アクセスシステムの基地局は登録局となった。2009年基地局はすべて無線業務日誌の備え付けを要しないものとされた。2010年特定基地局の対象に同受使用、地上放送の受託放送事業者の放送局が追加された。2011年他の無線局に妨害を与える恐れがない場所に設置する。 電気通信事業用基地局が特定無線局とされた。2014年2016年無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許、登録されるのは平成29年11月30日まで、使用は平成34年11月30日までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、である。2017年12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の、通り基地局は、端末との間で無線通信を行う一方、電話網の末端となり、端末との間の通話、通信を電話網との間で中継する役割を持つ。基地局間は優先または、 無線、衛星回線で接続される。無線の場合、上述の通り陸上移動業務においては、基地局同士の通信はできないので、二重免許された固定局を介する。また、種別変更されて、陸上移動中継局とされることもあり、この節で記述されているものの中には、電波法令上の陸上移動中継局たるものがあり得る。衛星回線の場合でも、 人工衛星局と直接の通信はできないので、併設された地球局を介することとなる。PHS の基地局は特に CS と呼称する場合もある。郊外や地方では高さ数十メートルの鉄塔を建設してアンテナなどの無線設備を取り付けて使用することが多い。また、都市圏ではビルやマンション等の屋上などを借りてアンテナを設置することも多い。 他に、かつての出資関係から、出資元の施設などを借用する場合も多く、NTT ドコモは、電話局など、NTT 関連の施設内にある、中継アンテナ鉄塔にも設置されており、au は、旧セルラーの出資元であった、KDDI の中継アンテナ鉄塔や、QIDO に出資していた東京電力や、トヨタ自動車関連の施設、ソフトバンクは、かつての出資元であった、 JR 関係の施設に設置されていることが多い。PHS はビル等の屋上や電柱等の上部は独立電柱上に設置される。また、開始当初から主な地下鉄域や地下街構内に基地局が設置されている。携帯電話ではアンテナ他装置設備全体が大行になりがちであり、広めの敷地、用地および 多額の建設費用を必要とするが、PHS では、アンテナ、装置等も小型であり、設置費用も少なくて済む。このため、携帯電話では、郊外や地方を中心に、一つの鉄塔に複数社の基地局が設置されている、場合も少なくない。地方の壁地などで、基地局建設に際して自治体や、移動通信基盤整備協会による、 公的補助を受けた場合には NTT ドコモ AU、ソフトバンクの三系統が一つの鉄塔に存在することもある。一方で PHS ではスキー場などにスポット的な利用可能なエリアが存在する。また PHS では1995年の開始当初から行われていた地下鉄駅や地下街への展開も携帯電話では 費用などの問題から2003年頃にようやく開始された状態である。災害、停電時など電源に異常が発生した場合に備えて、携帯電話はほぼ全てに、PHS は一部に、バックアップ用のバッテリー設備を備え、非常時の通話、通信の確保を図っている。もっとも、大容量のバッテリーを備えていると言われる。 携帯電話の基地局でも、新潟県中越地震や福岡県西方沖地震のような大きな地震災害等においては、次のような原因その他により、正常な通話、通信ができなくなる事態が発生した。KDDI では、災害発生時に海底ケーブル不設船を被災地の沖合に派遣し船舶型基地局として運用している。なお、災害時に限らず、 角のトラフィック集中による服装は、イベント会場周辺で、数万から十万人以上の多数の人出がある。大規模なイベントなどの開催の際に問題になることが、多い。人出が予想される、競馬場やスポーツ競技場周辺では、それなりに容量を強化させてあるが、年に数回しか人出のないイベント会場周辺では、容量が追いついていないことが多い。特に、 コミックマーケット開催時には各携帯電話事業者の移動基地局舎が会場の東京国際展示場周辺に出動しているがこれでも来場者のトラフィックには全く追いつけずに音声通話も 3G 通信も使えないことも多いようで現地スタッフが使用自粛を呼びかけている2000年代末から始まったスマートフォンの普及加速で 元々のトラフィックが急激に増大していることや、無線 LAN を介しての通信オフロードが可能になったこともあり、2011年末開催の C81 では、KDDI とソフトバンクモバイルが、それぞれの自社系無線 LAN スポットの設置に関する告知を行ったほか、KDDI は、東展示場内へのアクセスポイントの臨時設置を実施した。他に、新年を迎えた。 元日午前0時頃を中心とした時間帯の発信規制が毎年のように繰り返されている。設置につきセル方式が取られている場合、電波が届く範囲をセルという、携帯電話に関する普通名詞や固有名詞に使われているセルラーも同義である。セル方式とは無線周波数帯域を効率よく利用するため基地局を多数設置して、 電波の到達範囲を一定エリアに止めて同じ周波数帯域をできるだけ再利用しようとする方式である。セルの配置の仕方をセル設計という。携帯電話のセル設計については、正六角形による配置が一般的である。ただし、これはあくまで設計上の話であって、電波は建造物や地形の影響を大きく受けるため、実際は、 正六角形から大きく歪み、非常に複雑なセル形状となる。セルの一部がちぎれて隣接セルの中に入り込むことさえ、ある。また、基地局の設置場所の関係から、正六角形を規則正しく並べた配置になるように、地局することは難しい。さらに、俯瞰地帯や高トラフィック解消のために、新たな基地局を既存のセル配置の中に割り込ませる、こともある。 このように実際のセル配置は、正六角形配置とはほど遠いものとなっている。セルの大きさは、携帯電話においては、数百メートル数キロメートルが一般的である。比較的大きなセルを取る場合、大ゾーン、比較的小さなセルの場合は、小ゾーンと呼ばれる。大ゾーンは人口密度が低い平野部に適用される。小ゾーンは、 人口密度が高い都市部に適用される。大都市の駅前や繁華街ではセルを重複させることも行われている。また、日本に多い山間いの集落は地形の制約から小ゾーンとなることが多い。また、四角性アンテナを使って、正六角形によるセルを角度で等分割する構成をセクタ構成と呼ぶ。セルを3または6分割する3セクタ構成。 6セクタ構成などが一般的である。PHS においては、セルの大きさは数十数百メートル程度のマイクロセルとなる。街路に沿って地上高を低く取り、消失力の基地局を多数設置する方式と、マンションや自立柱などの比較的高い地上高を取り、PHS としては、高出力の基地局を用いて、少数設置する方式がある。 PHS ではセルごとに周波数の異なる多数の通信チャンネルを採用できる。そのため一部の PHS 事業者ではセルごとに動的に通信チャンネルを割り当てるシステムを採用しており自動自立分散的にセル設計が行われる。実際の事業者においてはこれらの方式を各種組み合わせて採用した方式が取られていることが多い。参考文献 NTT ドコモフォーマフォーマの基地局は PDC 基地局に併設されていることが多い。そのため基地局配置はフォーマに適したものにはなっていないが、最近はフォーマ専用の新設局も大幅に増加しており、ムーバではカバーされていない場所でも利用できる場所も増えてきている。ムーバの利用者減少により、 フォーマープラスエリアと呼ばれる800メガヘルツ帯の基地局が近年大幅に増え、現在ではフォーマープラスエリアの基地局だけでもムーバーや AU の基地局数を上回っている。山間部においては山頂や尾根に地局されることは稀で山の中原や単に道路沿いに地局されるため基地局のカバーエリアが狭く数が多い割には俯瞰地帯が見受けられたが プラスエリアの基地局の増加により改善されている。セクター構成は、平野部は6セクターと3セクターが入り混じっている。山間部は1セクターである。平野部は送信ダイバーシティも行っており、6セクターの場合は送信機が12台あることになる。アンテナは本体と制御装置が別になっているため、無数の同軸ケーブルがアンテナから飛び出しているのが特徴である。 ムーバムーバは1993年のサービス開始で歴史も長く全国に多数存在する NTT 関連の電話局や中継所などの施設への設置が先行しさらに単独基地局の整備も進められていたため基地局配置の完成度は高い 1.5GHz は東京周辺ではそれなりに密度はあるものの他地域では極端に密度が荒く使いにくい 状態であった。2004年の新規受付終了後も 504i シリーズ以降の自動1 5ヘルツ対応機の音声通話用に使われるようになり逼迫する8 0 0ヘルツ対の服装対策に使用された。2012年3月31日にサービスは終了した。ドコモ PHS、ドコモ PHS のサービス開始当初はアステルと同様に小型。 小出力の CS を NTT の公衆電話や電柱に配置するストリートセル型であった。変わったところではコカ・コーラの自動販売機に組み込まれたものもあった。後にウィルコムと同様に高出力型の CS をビルマンション屋上に配置している高トラフィック型を並行して採用した。高トラフィック型は中心街。 市街地においてもセル半径を元にした単純なセル配置であったためか、ウィルコムに比較してエリア内の穴が多いとされた。高出力型はエレメントが黒く、上と下向きにそれぞれ4本の計8本であることが特徴である。2008年1月7日24時にサービスは終了した。auau AU はシーリマ湾の開始当初、関東地方、東海地方、 更新地方は IDO、それ以外はセルラーのサービスであったため、au に統合された今でも基地局は大きく異なっている。旧 IDO1999 年のサービス開始であり、歴史が古いため基地局配置の完成度は概ね高い。かつての IDO の主な出資元がトヨタ自動車や東京電力であったため、トヨタや東電関係の施設から設置が進められた。 山間部においては山頂や尾根への地局と山の中原や道路沿いへの地局の組み合わせで基地局が少ない割にはエリアが広い。しかしながら県外の場所も少なくはないのでさらなる新局の設置が期待される。セクター構成は3セクターが基本で山間部は1から2セクターである。アンテナは制御装置と一体になっている上変化ダイバーシティ方式により 本数が少ないのが特徴である。旧 d d i セルラー1998年のサービス開始であり、歴史が古いため、基地局配置の完成度は概ね高い。セクター構成は、6セクタが基本で、一部3セクタもある。山間部は1から2セクタである。都市部に限らず、人口密度の少ない地域においても平野部は6セクタであり、その代わり、 セル半径を大きくしている。そのため、かなり離れたセル同士の干渉が発生することがある。アンテナは制御装置と一体になっているが、セクター数が多い上、空間ダイバーシティ方式であるため本数が多いのが特徴である。北海道においては、QIDO エリアと同じ基地局が見られる。旧通貨アーツーカーは、旧デジタル本とともに携帯電話では最後発であり、 当初の出資元が日産自動車と QDDI のため DDI の無線通信アンテナや日産関連の施設に併設されたものが多かった。密度が荒いために俯瞰地帯が多く、郊外や地方の整備にあたって他社基地局に相乗りしてアンテナを設置していることも多かった。KDDI への吸収直前まで基地局の増設が行われていた。 2008年3月31日のサービス終了に伴い、鉄塔等が UQ コミュニケーションズのモバイルワイマックス用、および AU の LTE 用として利用されている。沖縄セルラーエリアソフトバンク旧デジタル本旧デジタル本当初の親会社であった。日本テレコムは JR k であったため、駅など JR 関連の施設を使って基地局が整備された。 携帯電話では最後発であり密度が荒いために俯瞰地帯が多く郊外や地方の整備にあたって他社基地局に相乗りしてアンテナを設置していることも多い旧デジタル通貨資本構成から初期段階では駅など JR 関連の施設や日産自動車関連の施設を使って基地局が整備された可能性が高い旧デジタルホント通貨の双方のローミングの 受け皿でもあることから、両キャリアに対応した設備を有している。後の基地局では、旧通貨と、資本系列が、同じ旧 d d i セルラーの基地に相乗りした、可能性もあるが、詳細は不明。ソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルの 3G は、フォーマ同様に既存 PDC 基地局に、設置されているが、後発ゆえのハンディキャップか密度は荒く 加入者が伸び悩んでいる一因となっていた。打開策として2006年度の設備投資は大幅に増額されて、前年比66.8%増となる約4000億円を投資して、NEC 製の小型基地局設備の拡充が行われた。2010年3月28日、孫社長自身が基地局倍増計画を発表した。 2G は2010年3月31日をもって廃止された。プラチナバンド2012年2月29日に 900MHz 帯がソフトバンクモバイルへ割り当てられることが決定した。7月25日にプラチナバンドという故障で開通した。旧ウィルコムウィルコムの基地局はビルマンション屋上や自立柱に高出力の基地局を 配置するパターンがほとんどであり、消失力、小型の CS は服装緩和用や、校内、屋内など、保管的である。一つの基地局で、半径500メートル以内のユーザーをカバーできる。DCA を最大限活用して、徹底して、高トラフィック型 CS によりエリアの穴を潰す、方策を取り続けているため、中心街、市街地においては、 高トラフィック型にしては地局の密度が高い。エレメントが白く上向きの4本であることが特徴。なお、CS にリモートアップデート可能なファームウェアを当初より採用していたことにより、エアエッジ等の新型サービスにも柔軟に対処可能となった。また、アンテナエレメントの改良により、高感度タイプや格子構成タイプもあり、 干渉抑制のためのアダプティブアレイ技術の採用。変演部には無線エントランス回線の採用など、PHS 事業者としては意欲的な技術採用及びエリア展開を行っている。ウィルコムに移行した頃から w o ム対応と目される8エレメントの新型基地局を都市エリアを中心に順次配置していっている。 ウィルコムコア XGP ウィルコム2014年6月1日に E アクセスに吸収合併。7月1日にブランド名も Y モービレに統一された。WCP 基地局の運営は会社を切り離しワイヤレスシティプラニング株式会社を2010年6月に設立した。XGP 事業及び PHS を含む 設備の資産及びロケーションの賃貸借に関わる権利を WCP が吸収分割方式にて譲り受けすることを明らかにした。XGP の技術はアクスグップと発展している。アステルグループアステルは主に電柱に小型、消出力の CS を配置するストリートセル型であった。高出力型の CS もあるが少数である。 2006年12月20日にアステルグループの音声 PHS サービスはすべて終了した。近年、特に大型である携帯電話の基地局を事業者が新たに建設しようとする際に周辺住民などから景観の問題や健康への影響があるとした趣旨の反対運動が各地で起こっている。健康への影響に関する事項については電磁波。 電磁波過敏症の功を参照のこと。基地局を嫌う者がいれば、好む者もいる。単に好奇心から基地局に足を運んで写真を撮ったり、基地局の場所を記した地図を作ったりする。基地局の座標を取り合う携帯電話や PHS を使ったゲームも存在する。IHS、マークイット調査による2017年の携帯電話基地局の世界シェアは、 下記の通りである。無選挙区の免許制度は、国によって異なり細部に相違がある。米国では、FCC ルールズタイトル47パート90、プライベートラントモバイルラジオサービスセクション90.7デフィニションにある、ベースステーションが相当する。AB 平成26年総務省国示第319号電波法施行規則、第15条の2第2項第1号を呼び、 第3号の規定に基づき、同庫第1号及び、第3号の無線局に使用させる電波の周波数を、定める県平成19年総務省告示第429号電波法施行規則、第8条第1項の規定に基づく、陸上移動業務の無線局等について同時に、有効期間が満了する。要総務大臣が、毎年1の別に告示で定める日、 1> 第1号に6月1日とあることによる。電波法、第2条第5号 e g ブ v 法令検索、電波法施行規則及び無線局面拠手続き規則の一部を改正する、奨励案等に係る意見募集から、携帯電話等の利用の拡大に係る関係規定の、整備国立国会図書館、Web アーカイビングプロジェクト電波法関係審査。 基準新旧対象表同条別点3平成2年有勢省国示第240号電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作第1項、第3号同条第3項第5号電波法、第27条の1 3位 g 部法令検索。 昭和25年電波管理委員会規則第3号昭和33年郵政省令第26号による電波法施行規則改正昭和46年郵政省令第31号による電波法施行規則改正電波法施行規則第53条第1項の規定による 昭和57年優政省令第34号による、電波法施行規則改正平成5年優政省、国時第217号による、昭和35年優政省国時第1017号改正、平成5年法律第71号による、電波法改正の施行平成5年優政省国時。 第601号平成5年郵政省令第61号による電波法施行規則改正の施行無選挙区の業務分類についての免許の適用範囲の弾力化平成9年版通信白書第2章第3節1規制緩和の推進へ 平成9年優政省令第75号による、電波法施行規則改正平成9年法律第100号による、電波法改正の施行平成12年法律第109号による、電波法改正平成17年総務省令第132号による、電波法施行規則改正平成17年総務、省令第132号による、電波法施行規則改正不足、第2項及び、 第3項平成20年総務省令第95号による、電波法施行規則改正平成21年総務省、国示第321号による、昭和35年郵政省国示第1017号改正、平成21年法律第62号による、電波法改正の施行及び、平成22年総務省令第51号による、 電波法施行規則改正平成22年法律第65号による電波法改正の施行及び平成23年総務省令第6号による電波法施行規則改正 AB 平成26年総務省令第74号による電波法施行規則改正平成28年総務省令第14号による 電波法施行規則改正全国発。船舶に開設した、携帯電話通信用基地局を免許 NTT、ドコモが、長崎支援岸で災害時対応を想定した、訓練を実施国立国会図書館、Web アーカイビングプロジェクト平成12年度以前の、分野別データ国立国会図書館、Web アーカイビングプロジェクト、用途別無線局数総務省情報。 通信統計データベース用途別無線局数。平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正不足第3条第2項及び平成19年総務省令第99号による同不足同条同向改正。 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正不足第3条第1項、平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正の施行日の前日平成19年総務省国示第513号無線設備規則の一部を改正する省令不足第3条 第2項の規定に基づく平成29年11月30日までに、限り、無線局の免許ともしくは予備免許または、無線設備の工事設計の変更の許可をすることが、できる条件平成17年総務省令第119号による、無線設備規則改正不足第4条。 第2項平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正不足第5条第4項新スプリアス規格への対応に関する手続き P2 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正不足第4条第1項ただし書き KDDI オーシャンリンクに潜入 船舶型基地局としても活躍するケーブル船から、携帯ウォッチハット、もっとつながる AUA、AUC81 特設ページ、東京ビッグサイト周辺での Wi-Fi スポットについて、ソフトバンクモバイル特設ページ、ビジネスモバイル、セルラー本の、セルとは何かイティメディアハット MRR で、M レポートの基地局関連名価格者の動向マイナス年度上期マイナスを、 販売開始 C ネット2007年1月18日ソフトバンクモバイル 3G サービスエリアの拡大に活用している NEC の新製品ビジネス IT2006 年12月27日ソフトバンク向け 3G 携帯電話基地局 NEC シーメンス製基地局システム RS381RS880 シリーズ日経 BP 新製品あり ミニライブありではいた、ソフトバンクオープンで携帯ウォッチ2010年3月29日、プラチナバンド 900MHz 帯は、ソフトバンクへ、電関心が、東信道場2012年2月29日、ランマーケット、ハウファーウェイ。エーリクソン、ノキア、ZTE、サムスンパフォームドテレコンリード2018年7月31日、アンテナ収益、管理組合に、 課税、国税、申告漏れ指摘毎日新聞2013年2月17日、情報通信新公開。ありがとうございます。